祝、ハッピーエンドの名作オリジナルアルバム3部作復刻記念。ハッピーエンドの面々がバックミュージシャンとして参加した隠れた名曲をみんなで楽しもう。 日本語ロックのパイオニアとしても知られる伝説のバンド、ハッピーエンドが残した3枚のオリジナルアルバムがこのたびリマスターを施されて復刻発売されました。 まあハッピーエンドに関しては、この音楽コラムでも散々取り扱ってきております、日本語ロックのね、こう、と言われますけど、そもそもロックとフォークの違いって何なのかとかね、そんな話をしましたり、あとは松本隆さんの功績について語った回もあったな、あるいは小坂中さんについて2回に分けてじっくり語った際にも、やはりハッピーエンドの話はたくさん出てきました。そんな過去の回も、YouTube や Podcast でぜひともチェックしていただければと思うんですけれども、 ハッピーエンドって実は活動期間がたったの4年ほどだったものでオリジナルアルバムは3枚しか残していませんその3枚がこの度全すべてリマスターを施されて初回版にはですね初公開になる秘蔵音源ボーナストラックなんかも加えられて、えー、想定も新たにリリースされたということで11月1日が発売なのかなでこれ完全限定生産ではありますがクリアバイナルでアナログ版でもリリースされたりしてましてねコレクター心をなかなか こうくくってくる内容になっておりますけれども今回の再発、リーシューはソニーがやっているプロジェクトなんですが実はずいぶん前からですねこれ伏線が貼られておりましてその伏線回収といった趣があります。というのも半年ほど前からソニーは URC UR レコードっていう昔のレコード会社からリリースされたフォーク系の名盤の数々を復刻リリースずっとしてきてましてですね今回の発表は エンドもその一大キャンペーンの、まあ、目玉商品っていう位置づけなんですね。で、この URC レコード、なかなか聞きなじみのないレコード会社かもしれませんが、これね、このレーベルが何かというと、1960年代終わりに立ち上げられたインディーレーベルです。おそらく日本におけるインディペンデントレーベルの先駆け的な存在かなと思います。でね、この URC っていうのが何の略かというと、 アングララレコードクラブの略ですアンダーグラウンドレコードクラブ。名前の通りですね、これ、要はメジャーレーベルからリリースしづらい 過激な歌詞のフォークソングなんかをリリースするために設立されたレコードレーベルなんです。まあ当時ね、学生運動なんかも盛り上がっていて、フォー,フォークブーム全盛ですよ。で、まあ、歌詞が過激すぎるとか、政治的な配慮なんかで、そういったいろいろな理由で発売中止に追い込まれてしまう歌っていうのも、それなりの数あってですね。まあ、代表的な例だと、例えばフォーククルセイダーズのイムジン川なんかね、政治的な配慮で発売中止になってしまった途中で、この自主回収みたいな。 感じになってしまったんですけれどもまあ、メジャーレーベルから作品をリリースする以上レコード制作基準倫理委員会っていうこれ略してレコリンと呼ばれてますけれどもレコリンの基準に従わないといけないのでこのまあ表現の自由がある意味で損なわれてしまうわけなんですよそれだったらメジャーレーベルにそもそも所属せずに自分たちで勝手に作って勝手に売ったらいいじゃないかとそういういきさつで作られたインディペン レ,ンデントレーベルがこのアングラレコードクラブ略して URC レコードというレコード会社なんですね。 まあ、発金になってしまうような過激な歌詞のフォークソングはもちろんですが一般大衆受けはあんまりしないかなというようなニッチなそれでいて良質な音楽作品もまあリリースしていこうということで当初はですねこれ会員制のハン会みたいな趣の団体だったようです要は会費を払ってその会費を払ってくれてる会員にレコードを、まあ、あのリリースされるたびに配布するというような同人ハン会みたいなねそんな感じのようだったんですが。 あまりに人気になりすぎて、その作品を会員以外にも一般発売するようになったそうです。で、このレーベルに所属していたアーティストっていうのがこれがすごいですよ。高田わか渡る高田渡るに岡林信康に5つの赤い風船、薙刀、健一、中川五郎などなどまあ、いわゆるフォークですよね。日本のフォークミュージックシーンの礎を築いたような巨人たちが多く在籍していました。で、彼らはですね。当然のことながらアメリカ。本郷 のフォークシーンにも大変大きな影響を受けていてその中でも やはりボブ,ディランボブ・ディランの影響というのはとてつもなく大きかったんですね。だからボブ・ディランがキャリアの途中でアコギからこのエレキに持ち替えてロックバンドを従えてバックビートに乗せてフォークをかき鳴らし始めたことにも当然のことながら、えー、日本のフォークミュージシャンというのはみんな色めき立ったわけです。よし、自分たちもアコギやマンドリンやバンジョーで歌うんじゃなくてエレキベースとかエレキギターそれとドラムを加えたロックバンドの編成でフォークをやろうと。 そういう機運が日本のフォークシーンで高まっていった時に。 音楽シーンに彗星のごとく現れたミュージシャンというのがこれが細野晴臣であったり松本隆鈴木茂そして大滝英一だったというわけなんですねつまりハッピーエンドの面々だったわけですハッピーエンドの四人はこのハッピーエンドとしてデビューする前から URC レコードに所属するフォーク歌手たちのバックバンドを務めていましてですね、まあ、当然の流れでハッピーエンドとしてのデビューも実はこの URC レコードアングラレコードクラブレコード からの、えー、デビューになるんですね。 とということはですよハッピーエンドはバンドとしてはオリジナルアルバム3枚しかリリースしていないんだけれども URC レコードからリリースされた諸作品を聴くと実はなな歌手のの曲ででで彼らの演奏を楽しむことができるんです今日はそんなハッピーエンドの面々がバックミュージシャンとして参加した他の歌手の曲を聴いてみましょう、まあ、ただハッピーエンドの曲をね「リーシューされたぞ」ってかけてもかけるだけじゃつまらないですか というわけでまずは1曲目ですが岡林信康の1970年の「見る前に飛べ」というアルバムからですねハッピーエンドの4人とそれと後にはちみつパイを結成することになる渡辺勝がバックを務めた曲です。愛する人へをお聴きください お送りしているのは岡林信康1970年の「愛する人へ」という曲でしたハッピーエンドの面々がバックを務めているわけなんですが非常にザバンド的というか、まあ、ボブ・ディランザバンドを従えているボブ・ディランというのを非常によく研究していたんだなというのがよく伝わってくる一曲ですね。 そしてもう1曲いきたいんですがやはり、えー、日本のフォークシーンの超重要人物遠藤謙二の1曲を次にお聴きいただきますがこれはですねこっちの曲は大滝栄一さんのみ不参加なんですけれども他のハッピーエンドのメンバーつまり細野晴臣さんに鈴木茂さん松本隆さんが参加しているという遠藤謙二さんの曲この曲はねただむしろ、えー、不参加の大滝栄一さんが実は非常に遠藤謙二さんの歌唱スタイルに影響を受けていたんだな なってことがよくわかります曲が進むにつれて大滝英一さんがボーカルを取ってる時のハッピーエンドの曲にも聞こえてくるような感じでそのあたりにもちょっと注目してお聴きいただきたいと思います遠藤賢治で雨上がりのビル街僕は待ちすぎてとても疲れてしまった お聴きいただいているのは遠藤謙治、雨上がりのビル街、僕は待ちすぎてとても疲れてしまったという曲で大滝英一さん以外のハッピーエンドのメンバーがバックで参加していますまあ大滝英一さんの歌唱が非常に遠藤謙治さんを踏襲している感じもするし遠藤謙治さんは遠藤謙治さんでおそらくニール・ヤングあたりが元ネタというか結構インスパイアされてこういう歌い方になっているんじゃないかなという感じがしますねさあ最後にもう一曲聴いていただきましょうか。URC レコードの代表選手でもあります高田 渡さんの曲行きたいんですがこの曲が収録されている「ご挨拶というアルバム自体は実は URC レコードではなくてキングレコードからのというかキングレコードが新設したフォーク系のレーベルベルウッドからのリリースなんですけれども、えー、バックを務めるのがハッピーエンドの4人に加えてさらに中川勇人がギターコーラスで香川亮と遠藤健二が参加しているという座組としては完全に URC レコードの面々なので実質的には URC レコードのサウンドであると。 いって全く差し支えないと思いますというかそもそもこのキングレコードが新設したベルートレコードっていうのがその URC レコードアングラレコードクラブに所属していた多くのアーティストを引き取るような形でレーベル自体がスタートしているので、まあ、ベルートっていうのは URC の後継レーベルと言ってしまってもいいのかと思うんですがこの最後にお聞きいただく高田渡るの曲の注目ポイントはですねまあ高田渡るさん追求されていたマウンテンミュージック的な音楽性っていうのと それとバックを務めるハッピーエンドの音楽性が合わさったことによって図らずもハッピーエンドが音楽的に最もザ・バンドに肉薄した瞬間になったという点ですね非常にこの日本のポピュラーミュージック誌における資料としても非常に貴重な瞬間を捉えた作品なんじゃないかというふうに思います逆に言うとハッピーエンドとザ・バンドの一番の違いが何かっていうとそういったマウンテンミュージックのフィールがあるかないか、まあ、つまりこのバンジョーとかフィドルとかそういう アパラチア山脈由来のこの楽器が入ってるか入っていないかっていう部分が結構大きな違いだったんじゃないかなというのがこの曲を聴くと非常によくわかると思います。ということでハッピーエンドの4人がリズムセクションとして参加してます。高田渡るの曲をお聴き,きいただきます。武田高田渡るでゼニがなけりゃ お聴きいただいているのは高田るで「銭がなけりゃ」という曲ですがこれバックでバンドバックバンドはハッピーエンドですねそれとバンジョー弾いているのがやはり URC レコード関係の岩井博さんだったりとかでやっぱりこのザバンドにあってハッピーエンドにないものっていうのはこのバンジョーなんかのマウンテンミュージックのねフィールだったということが分かってね非常に私これ一人で勝手に感動してしまいましたまあそもそもマウンテンミュージックとは何ぞやというお話をすべきところではあるんですが 残念ながら今日のところはお時間となってしまいましたのでまたいずれお話を改めてしていきたいと思います。